はい、どうもパシです。それでは今週もやっていきましょう。さらしていいとも増刊号、皆さんコメントいつもありがとうございます。それではね、早速雑談なんですけれども、以前の動画で早漏の直し方みたいな動画上げたと思うんですけれども、その際にですね、なんかオロナイン軟膏を塗ればみんなね、早漏の人もロングプレイが楽しめるようになるみたいなことを言ってたんですけど、あれ結構やっぱ都市伝説だったらしくてですね、調べてみるとオロナイン軟膏でいかなくなったって人もいるんですけれども、医学的な根拠はないっていう記事が多いんですよ。でフェミニーナ軟膏、これは本当に効くっていう記事が多くて、なんでかって言ったら、その局部麻酔の、なんで効能っていうんですかね、成分が含まれてるのがフェミニーナ軟膏だけらしいんですね。割と市販されている中だと、ポピュラーなね、どこの薬局にもフェミニーナ軟膏って売ってるじゃないですか。でなんかオロナインはもう本当なんか都市伝説で、なんかエビオス錠を飲むとなんかギンギンになるとか、なんか精子が2倍になるみたいなのと同じで、まあなんか半分都市伝説みたいな。まあエビオス錠も効果あるらしいんだけど、で結局チンチンってさ、なんか行くときは行くし、行かないときは行かないし、立ち方もさ、もうメンタルによって左右されるじゃん。インポになったりもするわけですから、だからオロナインを塗れば行かないっていう思い込みで行かなくなる人が多分一定数いるだけっぽいんですよね。で実際にオパシですね、オロナインとフェミニーナ軟膏を買ってきました。で試してみたんですけれども、オパシが使ったのはフェミニーナ軟膏の方なんですけれども、その際にですね、もうみたらし団子ぐらいの勢いでチンチンにもうベタベタにね、フェミニーナ軟膏を塗ってみたんですよ。で20分ぐらい経つと麻酔が効いてくるということで、20分寝かして待ったわけですね。で実際にいざね、やってみたわけですよ、自家発電をね。そのところですね、もうすごいびっくりする、30分経ってようやく行くぐらいの勢いで超ドチローになるんですよ。でチンチンがね、みんなやってみると分かんないけど、本当に麻酔が効いて鉛みたいになってんの。多分みんなもさ、なんか歯医者さんとかで麻酔するとさ、ほっぺが重く感じるじゃん。あれのチンコバージョンですよ。もうすげえ重いので、触ってもやっぱ分かんないんだよね。異物なの、もう完全に。だからあれはね、いかないっすよ本当に。なんで早漏でお悩みの皆さん、ぜひともねフェミニーナ軟膏、お買い求めになってみてはいかがでしょうか。ただね、その30分とかした後、シャワー浴びに行ったんですよ。でもちろんみたらし団子みたいになってて汚いから洗うわけじゃないですか。でシャワーをさ当てたらさ、いってーっつって、もう本当に悲鳴上げるぐらい痛くて、何が起きたかっていうとさ、多分その30分間こすってたことによってさ、もう皮膚がおかしくなってて、もうなんか内臓に熱湯をかけたみたいな激痛が走って、あれマジで悲鳴上げるぐらい痛いんで、皆さんぜひともね、フェミニーナ軟膏を使った後洗い流す際はお気をつけいただければなというふうに思います。では早速本編やっていきましょう。こちら、私めちゃくちゃ早漏なんですけど、早漏は嫌われるって聞きました。早漏の女、オパスさんはどう思いますかというね、まさかの女の方の早漏バージョン。皆さんね、ここでじゃあアンケート機能を活用してみましょう。皆さん早漏の女性は嫌いでしょうか。男性の皆さんお答えください。おそらく多分ね、好きな人の方が多いと思うんですよ。まあ単純に早漏ってことは感度がいいんじゃないのみたいな、やっぱ反応がいい人は楽しいと思うんで、やっぱマグロの女ほどうざいものはないと思うんですよ。なんで俺は全然ありだと思います。ただなんかね、女性の方でもやっぱいるそうなんですけど、みんなもね多分分かると思うんで、男の諸君は行った後のチンコいじられるのってうざいじゃないですか。やめやめやってなるじゃん。あれの女性バージョンの人もやっぱいるそうなんですよね。行った後もうエッチしたくないみたいな。なんで一方的にやっぱ行かれてさ、これで終わりなんみたいなの、やっぱ男も嫌だと思うんだよ。だからまあそうじゃないんだったら、全然俺早漏で、かつもう別にもう何回でも戦えますよみたいな感じの人だったら、もう超いい女の子だと思いますね。なんでもう全く気にする必要はないんじゃないでしょうかという感じですが、さあ今回アンケート活用ということで、どっちにね割れるんでしょうか。お次こちら、オパスさんに質問です。一つ年下の後輩と付き合いたいんですが、並んで立ってみると身長が変わらないです。これはアタックするべきでしょうか。また付き合っていて、違和感などは感じないでしょうか。ちなみに僕の身長は162センチですというね、身長のお悩みですね。皆さんどのように思われますでしょうか。オパシはですね、まあ、身長確かにね、男性の場合高いに越したことはないと思います。世間の一般論としてね、確かに身長自分より高い男の方がいいよねって言ってる女性の方が多く見かけますよね。自分よりちっちゃい男がいいって言ってる人は確かに俺もほとんど見たことがありません。ただあくまでそれはその目安であって、あんま関係ないと思うんですよ、実際に付き合うってなったら。で例えばだけどさ、皆さんラルクアンシエルのハイドさんってご存知でしょうか。あの方はね、身長160ないっていう風に、ネットとかでは言われてますけれども、多分あの方、身長180あるモデルの人の100億倍ぐらいモテると思いますよ。なんで結局身長を補って余りある魅力だったり自信、かっこよさがあれば、女の子ってみんな全然ついてきてくれると俺は思ってるので、あんまりそういうのは関係ないかなって。体型とか体格とかっていうのは確かに、まあコンプレックスを感じていたら結果自信のなさにつながってしまうので良くないですけれども、まあ結局
あくまでそれは要素の一つであって、もっと重要なのは別の部分なんじゃないかなというふうに思いますので、身長とかを気にせずね、もっと自分に自信を持って女の子をね落とせるだけの魅力を頑張って磨いてみてください。ということで、お次こちら、おぱっさんに質問です。自分の彼女が幼なじみの親友に寝取られました。これから彼女と親友とどんな風に接していけばいいでしょうか、教えてください、というね、なんと親友に彼女を寝取られてしまったということで、なんてハッピーなニュースなんでしょう。なんと親友が兄弟に昇格したということで、おめでとうございます。なんて言ってる余裕は絶対ないですね。自分だったらどっちとも縁切りますね。まあ、結構やっぱ浮気ってあると思うんですよ。で、まあ、男の浮気はただのオナニーみたいなもんだと思うんで、若干許したくなっちゃうんですよ。でも女の人の浮気ってやっぱ、まあ、俺が男のせいか許せない部分もありまして、で皆さんご存知でしょうか、皆さんのお父さんが本当のお父さんじゃない確率というとんでもなく怖いデータが実はあるんですね。だからどれぐらいの割合で皆さんいると思いますか。これを調べたね大学がありまして、ジョーン・ムーア大学という大学でですね、54年間にわたって研究したところですね、なんと 4% の確率で、お父さんは本当のお父さんじゃないそうなんですね。どういうことかって言ったら、お母さんが浮気してできた子供が 4% いるということで、だから自分の子供だと、自分の子供じゃないっていうことを知らずに育ててる家庭が 4% 世の中には平均あるそうなんですよ。もうとんでもなくクソだなって思いますし、なんで自分はもう普通に遺伝子のそういうなんか検査キットとかが5万円とかでできるはずなんで、もうそういうのでガンガン調べてもいいと思うぐらい俺そういうの無理なタイプなんですね。なんでまあちょっとね参考にしていただければなというか、まあ俺は無理ですということで、まあ無理な人は多分無理なんで、どっちとももう関わらずにもうね、まあ一生さよならグッデイということでいいのではないでしょうか。お次こちら、オパシャン、動画投稿者で有名な方はいつから有名になったんでしょうか、どうすれば有名になれますか、というね、まあ、有名になったきっかけとかコツっていうのをね結構聞かれることあるんですけれども、皆さんねコールオブデューティーで10万人超えている人、まあ、オパシャンの周りだとよくコラボするのが、まあ、玉尾さん、ナナカさん、ジャンヌさん、その辺ですね、まあ、他にも、まあ、ハセシンさんとかネコカンさんとか、まあ、何人かいらっしゃると思うんですけれども、結構ねみんな思い返してみてもこれがきっかけっていう人って多分いないと思うんですよね。なんかみんなすぐきっかけきっかけって言うんですけど、みんな結構ね地道な苦労人ばっかですよ。多分これきっかけで1日で5000人とか1万人伸びて、そこからドカーンっていったっていう人はね俺の周りには一人もいないですね。まあくんさんみたいにちょっとすごい大手のねブログとかで取り上げられた人ですらそれきっかけっていうのは特になかったんで、みんなね言うて地道に苦労して毎日上げたからこそっていうのがすごいやっぱ一番強いんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、単発でね多分再生数すごい取ったコールオブデューティーの人って中にはいると思うんですよ。ピネガキの動画を投稿された方だったり、あとは自衛隊員のコールオブデューティーとか、また死体打ちトップ5プレイズとか、まあ、そういう感じで100万再生とか何十万再生っていうのを取って有名になった方もいると思うんですけれども、それがじゃあチャンネル登録ってなるとまたちょっと違うんじゃないかなっていうふうには思います。で、まあきっかけっていうのもね、まあ唯一、まあ俺らの周りであったなっていうと、やっぱ玉尾さんのホラフキンさんとのコラボはすごい強かったなというふうには思いますね。で、一時期ね玉尾さんって闇の時代があったんですよ。まあですね、まあ、BO3 が発売当初ですね、まあ、再生数も悪い、伸び率も悪いっていう本当に闇の時代があってみんな心配してたんですよ。で、ホラフキンさんとコラボしてからはもうそれ以降半年間ずっとコールオブデューティー界隈で再生数もチャンネル登録者の伸び率もずっと日本一ですね。なんで、まあ、あれはもう本当に起爆剤になったなという感じで、だからそういうきっかけある人もいますけれども、まあ、10万いくまではみんなやっぱ地道にやってたなという印象が、まあ、個人的には強いかなというふうに思います。お次こちら、いちいちエロい系のことをタイトルに上げとけば見てくれるだろう的な、この小学生が好きそうな実況者が全く好きになれんというね、まあ、小学生が好きそうな実況者ランキングナンバーワンと言われるこのオーパー氏ですね。もし小学生に好かれるんでしたら、なぜ俺はショコミントさんに好かれないんでしょうか。おかしな話ですね。ということで、まあ、ちょっと軽く嫌味を言っておきながら、まあね、小学生、まあね、やっぱ大人ぶりたい時だと思うんですよ。まあ、いました確かに学校とかにもね、いや俺小学生だけどブラックコーヒー飲んじゃうからクーみたいなやつ確かにいました。で、まあそうなんか小学生同士だとそうやってチヤホヤされると思うんですけど、中学生高校生になってくると嫌われるんでね、早めにそういうなんか中二病みたいなのはねやめた方がいいんじゃないかなというふうに思います。よくあるんですよね、まあ、PPAP とか世の中で流行ってるコンテンツに対してなんかしらけた目線でなんかいや何がいいのか分かんねえしみたいな、ちょっとガキすぎて俺ついていけねえわみたいな感じでなんか冷めてる俺かっこいいみたいなね、かっこいいと思ってるのおそらく自分だけ
なんでね、いじめられる前にねやめた方がいいですよ。結構後悔します。なんでということでちょっとねチョコミントさんを軽く冷やかして、ちょっとこの辺で今週のさらしていても終わりにしようかなというふうに思います。では最後に告知なんですけれども、本日夜7時からですね、大人気だった企画がまた帰ってきたということで、コラボ動画上げようと思いますので、皆さんぜひとも見てください。非常にね面白いので、楽しんでいただければ幸いでございます。で毎週ねこういった動画上げてますので、皆さんコメントプラスチャンネル登録よろしくお願いいたします。バイバイ。チャンネル登録とコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。